1528年頃、明智光秀は美濃の国に生まれました。とは言っても、実は光秀の出生時期や場所は諸説あり、光秀の両親についても正確には分かっておらず、一説には、父親は美濃土岐、明智城主の明智光綱で、母親はお牧の方であり、明智家は美濃の斎藤道山に仕えていたと言われています。ところが1556年、斎藤道山が、嫡男の義辰との戦いに敗れたため、明智城も攻め落とされ一族は離散します。光秀は美濃を離れ、各地を転々としながら、鉄砲術や戦術、築城術、医学などを学び、最終的に越前の朝倉義景に仕えます。ちなみに明智氏の先祖は、幕府の奉公衆として仕えることが多かったため、光秀も朝倉義景に仕える前に、室町幕府将軍、足利義輝に仕えていたかも、という話もあります。いずれにしても、朝倉と足利に近い関係ではあったようです。光秀の動向が不確かな、この時期、京で大事件が起こります。将軍の足利義輝が、三好、松永らの襲撃により、暗殺されたのです。この時、足利義輝の弟、義昭も幽閉されたものの、なんとか脱出し、流転した末、越前の朝倉義景のもとへ身を寄せます。義昭は、京に上り自らが将軍を継ぐことを望み、義景に上洛を要請しますが、義景は、なかなか動きません。各地の大名にも上洛への協力を呼びかけるも、皆、事情があり動くことができません。こうして時間が過ぎ、1567年、尾張の信長は、美濃を手中に収めると、義昭の上洛要請に協力することを表明します。この時、信長を頼るよう進言したのは、光秀であったとも言われています。こうして光秀は朝倉氏のもとに身を置きながら、足利義昭と信長との仲介役として、信長とも親交を深めていったのでした。1568年、朝倉義景のもとを離れた光秀と義昭は、信長の協力を得て上洛を果たすと、義景は将軍に就き、光秀は京の警備を任されます。信長は早々に岐阜へ帰っていきました。すると翌年、信長不在を狙い、三好三人衆による襲撃事件が発生。光秀は鉄砲を巧みに扱い、撃退すると、足利義昭の住まいの防衛を強化すべく、京に二条城を建設することが決まります。光秀は京周辺の建設関係や寺社、朝廷などの間に入り、交渉を重ねながら、義昭や信長への指示報告も行うといった、実質的な京都奉行の業務を任されるようになりました。一方、将軍として政治の中心に立ちたい足利義昭と、それを認めない織田信長は徐々に対立。光秀は双方の間に立ち、関係維持に努めつつも、次第に信長配下の武将として、活躍することが増えていきます。1570年、信長と朝倉義景の対立が激化し、信長は越前に侵攻すると、近江の浅井長政の裏切りにより攻撃され、危機的な状況に陥ります。その際、光秀は秀吉と共に浅井と朝倉の猛攻を食い止め、信長を無事、撤退させることに成功させると、浅井、朝倉連合軍への報復戦にも従軍。その後、敵対勢力が反旗を翻し、信長が包囲されると、光秀は、主に浅井、朝倉を支援する延暦寺の牽制と、湖西の土豪の懐柔策を担当しました。その後、信長は戦を繰り返しつつ、和睦を次々に成功させ危機をしのぐと、反撃に出ます。長らく対抗していた比叡山を焼き払い、光秀も実行部隊として参戦。武功が認められ、近江の所領を得て、本拠地となる坂本城を築城します。その後、信長の直臣として足利義昭との戦いや、朝倉義景、浅井長政の討伐戦、武田氏との戦にも参戦。こうして光秀は数々の内政手腕と武功が認められ、織田氏の重臣にまで上り詰めました。畿内を平定した信長は、1575年、光秀に丹波の国の攻略を命じます。丹波は京に近く、京都と日本海をつなぐ要衝でした。光秀は坂本城から丹波へ進攻する一方、
石山本願寺との戦いや、紀州の雑賀攻め、離反した松永久秀の討伐戦にも参加。さらに中国攻めの秀吉の援軍として播磨国へ、謀反の荒木を鎮圧するため摂津の国へ。優秀であるがゆえに、多方面の業務に奔走した光秀は、体調を崩し、療養を余儀なくされるものの、5年の歳月をかけ、ようやく丹波を平定。光秀は称賛され、丹波一国を加増されました。1582年、信長は武田領に侵攻し、武田氏を攻め滅ぼすと、中国地方で毛利と交戦中の秀吉の援軍に向かうため、一旦、京に戻り、常宿であった本能寺に入りました。安土で家康の接待をしていた光秀も、秀吉の支援に参戦するよう命じられ、丹波の亀山城に戻り、軍備を整えました。そして、日本の歴史を大きく変える事件が起こります。1582年6月、深夜、光秀は兵を京都に進めると、突如、信長が宿泊している本能寺に向けました。敵は本能寺にあり。なぜ、光秀が主君の信長を裏切ったのか、様々な理由が考えられていますが、はっきり分かってはいません。わずかな近所を連れていただけの信長は、光秀によって包囲されたことを知ると、防戦の末、家中で自刃。光秀の行動は早く、信長討伐後、すぐに京都を抑え、さらに信長の本拠、安土城を占領、近江の大半を手中に収めると、周辺大名に支援を依頼する書状を送ります。信長に恨みを抱いていた者が、少なからずいるはず。しかし周辺の大名は光秀の呼びかけに応えません。これは光秀にとって想定外でした。京都での味方集めに苦戦し時間を費やす中、さらに想定外の情報が光秀に伝えられます。中国地方で毛利氏と対峙していたはずの秀吉が、すでに京都に迫っているというのです。本能寺の変から11日後、明智光秀、羽柴秀吉の両軍は天王山の麓、山崎で激突。兵力で勝る秀吉軍は、終始戦況を優位に進め圧倒し、明智軍は敗北。光秀は本拠の坂本城へと逃れている途中、百姓に襲われ、致命傷を負い、最後は自刃したと言われています。